東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。ポッドショットりょうじくん会のポストが、はい、来ておりますので、はい、いくつか紹介させてください、ひろこさん、さとしくんの回も市川くんの回もめちゃめちゃ面白かったけど、はい、やっぱりりょうじくんの回が一番話が入ってくる、はい、昔も今もポッドショットの先生だなって思う。なるほど、まさに話は一番入ってくるかもしれない。そうですね、うん、まありょうじくんやっぱね、一番なんていうかな、普通に話せる、うん普通に話せないってこと、他の2人は。そうです、そういうことですけどね、はいはい、本当ありがとうございます、はい、もう一つ紹介させてください、はい、みさとすさん、音楽の話以外に就活の話が出てきてびっくり、うん、最近亡くなった父の本や CD レコードを眺めながら断捨離したと言ってたけど、やっぱり集めたくなっちゃったんだねと家族で会話してるので、少し残っててもいいよと思いました。そうですね、うん、はい、そうね、僕10年ぐらい前は飛行機に乗るのすごい怖かったんです、うん、その飛行機に乗るのが怖いことを克服するためにですね、うん、会社の引き出しに恥ずかしい写真をいっぱい入れといて、うん、生きて帰らねば、そうそうってことですよね。その写真を始末するまでは絶対に死んじゃいけないっていう、こう誓いを立てて誓いをね、はい、飛行機とかだとでも不可抗力の場合が多いんじゃないですか。まあそうですけど、ね、でも何としてもその写真を始末しないと死にきれない、生命力、はい、はい、最近はもう大丈夫です。大丈夫ですか、はい、もう見つかってもってことですよね、それは。いやいやいや、違う、なんていうか、はい、はい、コメントありがとうございます。はい、はい、さて今回はですね、久しぶりに音楽の仕事の話です、下北沢のリブハウスの店主菅波優さんに来ていただきました。よろしくお願いします。菅波です、よろしくお願いします。お願いします。実はあの、うん、近所にいるくせにですね、うん、あまり交流はないんです。確かにそうですね僕らないちょっと道で会うぐらいの、はい、あそうです徒歩5分以内みたいな感じですもんね。あとほら、まあ、もう僕らあのフーチクーチっていうお店もやってるじゃないですか、はい、そうですね、フーチクーチ、4階にあって、うん、リブハウスは地下にあるんですよね、うんうんうん、だからかなり近所なんですよね。そうですよね。その交流はスタッフさんとの交流はあるんですけど、遠藤社長とはなかなか、なかなか、はい、嬉しいです。だからそうなんです、ね、なのに来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。本当に、で僕もですね、うん、すっかり忘れていたんですけど、うん、菅波さんはリブハウスの店主でもありますが、 UK プロジェクトとはですね、実は20年以上前のですね、うん、2001年にゴロゴロというバンドでステフィンレコードね、うんうんうん、これは角張り君とアビコ君のレーベルだったんですけど、うん、からリリースしていましたね、うん、すっかり忘れてたなかなかリリースもあの当時めちゃめちゃ多かったですよね。ああそうですね、そうですね、まあなんかスティフィーがあって、その、まあ、受けてるのが UK みたいな、はい、まあ、一緒にリリースしてる、そうです ね、 ですね、あのスティフィーがもうなんていうか晩まで作ったものをうちに下ろしていただいて、うんうん、うちがまあ 10% か 15% の手数料手数料の話手数料の話それで流通をするという。そうです、そうです、うん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 、結構当時でも いろんなレーベルに似たような形式あったんですかね、うん、やっぱり。ああありましたね。あのその時はなんていうか、はい、いろんな CD を完成した CD をあの下ろしていただいて、うんうんうん、でそれをいろんなタワーレコードとか小売店に流すみたいなことをやってましたね、うんうん、なかなかこう個人のインディーレベルだとタワーレコに落とす、下ろすのも結構ハードルあったりして、はい、ですよね、そこで多分遠藤さんとかなんか相談が来たりとかしてそうですね、っていう感じですよね。その時に盛んにやってましたね、うんうん、だからそれは騎士団のワンナイトカーニバルの頃もそうですし、うん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 、あとあのユズのファーストアイテム、うん、ユズの元とかもそういう流れ で、ね、はい、やってましたけどね。すごいディストリビュート、はい、そもそもでもそういう会社でしたよね。なんか今は
それがメインだったのかな。いや、そういう会社ではなかったんですけど。あ、違うんだ。自分たちの CD を売ってる時に販路が広がったんで、うん、この、うん、広がった販路を有効に活用するにはどうしたらいいかなみたいな、うんうん、だから他の方が作った CD もとりあえず引き受けますよみたいなことを盛んにやってたんですけどね。それが2000年頃？あ、20年ぐらい前。あ、そうですね、20年ぐらい前ですね、うん、はい、そっかそっか、やってましたね。なるほど。いまだになんかこの間だからここ出るってラジオに出るってなって、はい、ホームページ見たら一応なんか CD がリストされてて、はい、いや懐かしいなと思っていっぱいありますもんね、あそこには。なんかいろいろ他の周りの、はい、なバンドの作品とかも久しぶりになんかジャケット見たりして、うん、やっぱああいうこうアーカイブしとくのめっちゃいいですよね、うん、なんか残ってると見れるからね、うん、そうですね、こういうのあったなみたいな、うん、はい、僕も久しぶりに YouTube でゴロゴロあのサマー感のあるミュージックビデオを見ました。サマーだな。いやいや恥ずかしいです、はい、当時はこう打ち上げとか、はい、なんかどこかでご飯飲むとかっていうの2人はあったんですか？なかったないですね。でも角張りさんが多分、うん、ユニオンで働いてましたよね、下北の、はいはい、そうですね。でその辺で多分まあ、シェルターでスティフィーンとかカッコバリズムの初期の企画やったりとか、まあそういうなんか下北にはよくライブしに来てたりとか見には行ってたんで、でまあまだハイラインとかもあって、だまあレコヤいろいろ行きながらハイラインも見て、いろいろインディーの作品いっぱい見てたからチェックしたりして、そこでなんか買ったりとか、ビークルのあのちっちゃいシーなんですかね、シングルみたいな、8センチ8センチやつしましたよ、はいはいはい、あ、じゃあ近くにはずっと昔からいるっていう。そうですね、お互いそうなんですね、はい、うんうんうん、意外とそうですね、うんうんうん、やっぱちょっとね、 なんかあれなんですよね、うん、ちょっと角張りズム風なおしゃれな匂いが、うん、いやいや僕は全然するんで、僕らはほらなんか汗臭いちょっとだけ路線が違うんです。ちなみに私初めましてなんですよね、ちゃんと。そうなんだ、はい、そうなんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします。近いのに何その巨頭え、意外って、ふみちゃんこの地球上に初めましてっていう人がいるんだなと思って何ですかそれは。わかんない、仕方ないわよ、ポリシックさもちろん個人的には見てますけど、なかなかこうちゃんとお会いしてお話する機会が、はい、いや本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。そして、うん、菅波さん、はい、今もバンドを3つ掛け持ち、はい、掛け持ち、そうですね、3つ、実は4つやって、おこの間もう1個始めたんですよ、増えただって3つでも大変なの、4つ目、まずサードプレイス、はい、おちゃめ、はい、モース、はい、そしてもう1つが今あのギャラクシーミッドナイトワンダラーズっていう、はい、はい、バンド始めてそれなんか、僕とにかくバンドやるの好きなんですよ、うんうん、なんか結局まあ自分も40代になって、はいはいはい、なんかまあライブハウスとかやってる中で、やっぱなんていうんですかね、なんかこうブッキングとかする時も、なんか一緒に自分もミュージシャンとしてやってた方が、はいはい、なんか同じ目線で話せるっていうか、なんかこう偉そうに、いや君たち音楽はねみたいなのをもう一生言いたくないタイプで、うん、一緒になんかこうやろうみたいなノリがあるんで、うん、でそういう時ってやっぱバンドとかやってるとすごいずっとこう共演もできるし、うん、なんかこう一緒に現場こう作ってる感じがあって、だから楽しいんですよね。あともう日々バンドとか、まあ、ミュージシャン見てるんで、なんか見てると、あ、この人と音楽やりたいなみたいなのがすげえ出てくるんですよでそれで大体こうみんな誘って、はいはい、こういう音楽やろうみたいな。だから結構やってる音楽自体が全部違うジャンルのもので、はいはい、このモースっていうのは、はい、まあ、4人組のパンクバンドで、はい、まあ、割とこうハードコアっぽいところからこうなんか90年代のオルタナっぽい感じの、はい、割とゴリッとした感じのやつなんですけど、はいはい、このお茶目っていうのは7人編成で女性が5人いて、うん、僕はギター弾いてるんですけど、なんかこうインディーロックみたいな感じで、
サードプレイスは13人いるんですよ。これはなんかアフロとかソウルとかジャズのまあ編成で本セクションもいて、まあパーカッションも2人いてとかっていう感じで、で今回ミッドナイトギャラクシーワンダラーズに関しては去年あのポームスのシェーンが亡くなって、でその時になんか思い立ってバンジョー買って、それでなんか飲み仲間となんかああいうこうケルトっぽい、なんかアイリッシュパンクっぽいやつやろうって言って、だからウッドベースとかまあウォッシュボードとかなんですかね、ティンホイスとか入ったりとか、まあバスキングもできるような路上でもできるようなバンドで、バンライブバスもできるようなバンドやろうって言って始めたんですよ。それも9人組で、うん、いいですね。楽しいんですよ、いろんな人って音楽やるの好きで、うんうん、いやでも楽しいでしょうけど、なかなかこうリハっていつやる、リハは仕事の後にミッドナイトギャラクシーワンダラーズに関してはミッドナイトってついてるんで、はいはい、夜中動くんですよ、はい、みんな仕事終わりにちょっと飲み屋に行く時間を少し遅めてスタジオ入るみたいな、はい、で僕も仕事終わり行ってとか、はい、あとはでもなんか月に大体スタジオワークも 2回ぐらいずつなんで、うん、なんとかまあ調整して、なるほど、仕事もちょっと早めながらしてもらったりして、10時ぐらいからギターショットで行くみたいなスタジオ。でもプラスね、自分のライブもあるとなると9人とか10人とかいったらリブハウスに乗んなくないですか。ギリギリも無理やり乗せるんですよ。乗るんだ、無理やり乗せるんですよ。乗るのね。なんかリブハウスって、まあ、そんなに大きくないんで、はい、ステージが、はいはい、釣りのモニターを上に吊ってあるモニターも作ったんですよ、あの手前と横に、はい、だからあのちょっとモニターの環境変わるんですけど、下に置かなくてもよくて、大状態の時はだから、そうするとその分が前列が前に出れるんで、もうぎゅうぎゅうっすけど12人とか乗せるみたいな、なんとか12人すごいな。そうなんですよ。いやでもすごいですね。いや好きなんですよ、とにかく音楽人とやるの好きで、なんか音楽ってなんかバンドってすげえ特殊、芸術活動の中でも特殊だなって思ってて、はい、要は何人かで集まって一個のもの作るじゃないですか、はい、なんかあんまりそれってそんなにないっていうか、芸術の中でも例えば絵だったら大体一人で描くし、うん、はい、たくさんの人が集まって一個の作品作る、それがなんか作品もあるし、いわゆるフィジカルのライブっていう形もあったりして、うん、なんかこうすごく遠回りなものじゃないですか、芸術活動としては。なんか一人が作って住むものを全員で全員の手を加えて作るから、そのなんかこう不器用な感じが好きなんですよ。すげえ遠回り で、実際は誰の思惑通りにもなってない感じっていうのが超いいんですよね。おもろいっていうか、それをなんか自分たち音楽だってやってやる感じが複雑で面白いんですよね。プロセスが面白いっていうだけでも別にないんですよね。プロセスもでも面白いですよね、なんか全然違う考え方持って生きている感じも違う人たちと同じもの作るってことになんかこうすごい希望を持っちゃうっていうか、なかなか濃いやり取りですもんね、バンドって。そうなんですよ、ね、その感じってなかなか味わえないんじゃないかなと。そうですね、なんか友達とはまた、友達だけってわけでもないし、また家族とも違うし、仕事仲間とも違うっていう、なんか不思議な、なんか面白いですよね。なんか子どもの頃になんでこれ大きな大所帯のバンドやってるかって、結構考えたことがあって、でそれなんか自分の原体験で思い出した時に、ドラゴンクエスト3ってやったことあります、あります、ね、あります、あれってルイーナの酒場っていうところがあって、最初にありますね。そこで、はい、主人公が仲間を見つけに行くんですよ、で、仲間を3人連れて4人で出発するんですけど、実はルイーナの酒場って20人仲間となれるキャラを作れるんですよ、でそこに置いとけるんですよ、で自分はその3人連れてくだけじゃなくて、それをどんどん入れ替えて、20人同じぐらいのレベルをずっと上げてたんですよ。だから全然クリアできなくて、めっちゃ効率悪いんですけど、
なんかみんなでいろんな人とやるみたいなののなんか原体験というか、今思うと昔からそういうことしてたなっていうのがあって、そうなんかそれを思ったんですよね。自分と違う何か持ってるものの人となんかこうやり取りするのが楽しいんですかね。そうそうそう、そんな感じです。だからいっぱいバンドやってるっていう、全く違う話ですけど、うん、僕の友達で、うん、桃鉄がすごい好きになった人がいて、うん、桃鉄その人一人で100時間ぐらいやるんですよ。一人で100時間ぐらい、一人で、あ、コンピューターとってことですか。いや、それがすごくて、うん、4人を全部自分でやるんですよ。それはすごいね。だ僕だとしたら、うん、遠藤星人とか、うん、遠藤様とか、うん、4人全部遠藤なんですよ、うん、で、うん、誰が勝っても遠藤だから悔しくない。何その遊び方。一人将棋的な。あ、はいはいはい。ずっとやってるっすよね。なんか楽しいんですね。なんか、うん、そうそうそう。それは何なんだろうか。わかんない。いや、だからコンピューターとやると勝ったり負けたりして悔しいじゃないですか。なるほど。で、一人がその4人のキャラクター全部遠藤なんだけど、うん、それをコントロールしたらこの遠藤強いなとかちょっとキングボンビーつけんなよ遠藤みたいな、全部変わってる。ちょっとなんかちょっと闇を感じますけどね、まあ、若干の。でもまあそれがその楽しいっていうか、うん、ストレス解消する生き方なんで、まあまあ、うん、いいんじゃないですかね、うん、面白いですね、はい、うん、面白い。へー、UKP ラジオで、リブハウスは今年で4年、まだ4年なんですね。2020年にオープンしたので、はいはいはい、要はまあコロナ禍でですね。なんかでもそもそも、あの物件でやろうって思って契約した時は、はい、まだコロナじゃなかったんですよ、うん、2020年の1月に契約したんですけど、はい、大体コロナがなんか海外の方でちょっと出始めたとっていうのが2月の頭ぐらいで、はい、でもうその時には工事も始めてたんで、うん、なんか雲行き怪しっぽいぞみたいな、でもまあ別にそんな大丈夫でしょみたいな感じになって、うん、4月の8日かなんかのオープンだったんですけど、予定が、はい、うん、その日が1回目の緊急事態宣言の日だったんですよ。それでオープンできずに、まあ8月にリスケして、はい、まあなんかコロナ禍ですけど少しずつ始めたみたいな感じで、そっか、だからもうすごいタイミング、大変でしたね。でもまあそれこそね、みんな音楽業界っていうか、まあ他の仕事の方もそうですけど、うん、どうでしたコロナ UK とかその初期の時は。なんていうかな、あ、大変だなみたいな感じだただまあこれ一生このまんまじゃないだろうなみたいなことがあって、なるべくこうなんていうかな、向かい風を受けないように頭を低くして、わあ、なるほど、風をやり過ごすみたいな気持ちではいましたけどね、うん、このポッドキャストのやるきっかけとかも、ね、そうね、コロナのっていう、なるほど、うん、だからみんなアーティストの人がもう外に出ちゃいけないっていう、うんうん、あとリハもしちゃいけないみたいなのがあって、そうですね、リハして集まれなかったみたいな、だからまあ強制的にとりあえずこれ仕事なんだから来てよみたいな、そうすると、うん、なる、皆さんね、外出する機会が、うんうん、そうですよね、久しぶりに人と話したみたいな人を、うんうん、その人たちを表に引っ張り出すために始めたのがこの UKP ラジオの始まりなんですよね、うんうんうん、人と入っただけでテンション上がったっすもんね、あの時。上がります、めちゃめちゃ本当になんかその、うん、ズーム飲みみたいなのあったけど、やっぱりいまいちなんかね、うんうんうん、なんかそんなにやらなかったな、やっぱりいつ終わったらいいかも分かんないし、うん、確かに確かにやっぱ会うといいですよね、うん、はい、本当そう思います。まあ、だから本当に4年、うん、丸4年だったんですよ、はいはい、8月で、はいはい、でもやっぱコロナが最初の2年ぐらいはほぼあんまり動けなかったんで、はい、まあ、時短営業とかもあったりして、はい、そうですね、時短、だから実質4年やったっていう感覚もなくて、はい、まあ、ぎゅっと2年ぐらいやったなみたいな感じで、だからあんまり考えがそこまでなくて、うん、まあ多分10年とかになったらやっと、あ、
10年やったんだなって思えると思うんですけど、まだなんか始めたばっかみたいな気持ちでいますね。通常にやっぱ営業そうですよね、できるようになったのはここ本当、完全通常って考えると1年とか多分1年半とか、1年ぐらいよね。そうですよね、そうですよね。でも本当良かったっすよ。なんかお客さんもアーティストもやっぱみんな戻ってきてくれてというか、ライブハウスの現場とかに、嬉しかったっすね。普通がこんなにありがたいとはみたいな感じで思いましたね。なんか当たり前にこう毎日ねイベントやったり、ミュージシャンとかお客さんとか友達と会ってたけど、会えなくなるので想像もつかなかったしね、でしたね。感謝ですね、はい、本当にそうですね、あのコロナ禍でやってたけど、屋台出したりギャラリーやったりして、こうあの手この手で、そうですね、それこそあのあそこの空き地っていう新宿のスペースでもイベント月1回ぐらいでやらせてもらったりとか、あとは本当にあの階段の上でホットサンドとかフルーツポンチみたいなの作って売ったりとかして、なんかでも何になるってわけでもないんですけど、やっぱなんかやってないともう不安っていうか、あの当時ってちょうど初期の時とかって、なんかそれまでも人と交流するなんかそうですね、きっかけですよね。だからさっきのラジオと一緒で、なんかちょっとね馴染みの人が少しそれだけ買いに来てくれるみたいな、でちょっとだけ話せるとかっていうことだけでこうなんかほっとしたりするじゃないですか。そうですね、なんかそういう時でしたねやっぱ。ちなみに下北沢3の店長さんもありましたけれども、きっかけです ね、はい、リブハウスをオープンするきっかけになった、なんかそのなんか大きなきっかけみたいなのあったりしますか。なんか、リブハウスって僕が、まあ、いわゆるデイタイムといういわゆるライブタイムの店長で、もう一人夜中クラブタイムを毎日夜中 DJ でクラブ営業してるんですけど、その夜中は夜中で店長がいて、その子がもともと渋谷のオルガンバーっていう老舗の、まあ、クラブの店長ずっとやってた子で、で僕らまあちょ少しだけ年齢は違うんですけど、同世代 で、で僕も下北沢3の店長やらせてもらってた時に、まあ、すごい交流があって、でいつか2人で店やれたら面白いかもねみたいな話をずっとしてて、でそれがなんか結構現実的に、やろうみたいな話をその、まあ、2018年ぐらいから少しずつ動き出して、物件とかも見ながら、なんかどういう店にしようかみたいな話をして2人で始めたって感じなんですね。 今ももちろん2人なんですけど、だからなんかもちろん3の会社も素晴らしいんですけど、なんかやっぱ自分たちの店を持ってやっていきたいなっていう気持ちがなんか強くなったって感じですね。すげえ当たり前のこと言っちゃった。でも2人でなんかやろうっていうことがなんか一個馬力になったっていうか、面白い店できるんじゃないかっていう、ライブハウスとクラブが両面を持った場所をやったら面白いんじゃないかっていうアイディアが結構加速させたっていうか、きっかけですね。一人だったらちょっとなんていうんですか、リスクも責任も分散するじゃないですか、で、まあ、その分そこが難しさももしかしたらあるかもしれないんですけど、なんか僕らっていい意味で違いすぎて、なんか全然なんかそこをちゃんと埋め合えるっていうか、なんか相性がとにかくいいですよね。いいですね。夫婦のような感じで、なんかそれはすごいなんか思いますね。だからどっちかが、例えばまあライブタイムがなかなかうまくいかないよって時はクラブタイム頑張ってくれたりとか、その逆もあったりして、こう二毛作でなんか埋め合えるっていうか、なんかその辺が自分一人だと多分自分のこう手札でしかないので、多分こけた時に次の一手作るのにまた時間がかかったりすると思うんですよね。その中にこう一緒にやってくれる人がいると、それこそ支え合えるっていうか、それもだからやっぱ人とやりたいっていうバンドと似てるところもあるかもしれないです。なるほどね。なんか思ったよりも柔らかい話に落ち着いてちょっとほっとしてもっとなんかこうそんなもんですよ、一悶着あってのみたいな。なんかね、いや違うよね、あの
うちのスタッフがね、ええ、あの菅波さんどうですかみたいな、ね、ゲストどうですかって話があって、はい、いや嫌じゃないけど嫌じゃないけど、うん、リバースとか、まあ、菅波くんのイメージっていうのは、うん、既存のライブハウスをぶっ壊せみたいな、あのオールドスクールな既得権益を守ってるようなやつらをぶっ倒せみたいな、うん、なんかちょっと話しにくいんじゃないかなと思ってる、ね、全然全然全然でもその辺もやっぱり、うん、店やってみて結構変わったっていうか、なんかこうもちろん自分たちがやることは、うん、なんていうかね、心的な部分は別に変わんないんですけど、要はなんかこうみんないろんな背景とか、うん、いろんなこう形があって、うん、まあ、それぞれのお店があったりとか、ね、まあ、仕事も人もそうですけど、だからこうそれこそ東京と地方で全然、地方って言い方があるんですね、東京と他の場所で全然違うし、やり方もそれぞれだし、その理由もあるじゃないですか。でやっぱコロナの時にみんなできなくなった時にすごいそれを感じたんですよね。なんかあの店は全然アーティストに優しくないから、もう辞めてもなくなっても当然じゃないみたいな心ないことを言う人がいて、いやでもこんなにみんな困ってる状況でどういう店 だからとかって、うん、絶対それ違うなってなんか急に思って、うん、いやここはみんなで生き残んないといけないし、こう一緒にまたあのそれぞれのやり方でいいからみんなでこうやっていかないと多分このピンチ乗り越えられないと思って、うん、なんかめっちゃ変わったんですよそうだね、急にそれが、ね、それがあってもう急進派っていうか改革の旗頭みたいなイメージだったなんかすげえそれをなんか考えて、うん、いや、うん、なんかそれぞれ事情あるし、うん、そう何が正しいとかじゃないなっていうのはすごく思って、まあ、店をやる上でもやっぱなんか理想を持ってもちろんやってますけど、その中でこう難しい部分とかってリアルに見えてきて、うん、やっぱ雇われの店長だった頃はわがまま言えたけど、ね、はいはい、いろいろこう現実的なものをこう突きつけられた時にやっぱみんないろいろ大変だったなみたいな、ごめんなさいみたいないやめちゃめちゃ思ってますそれは、それはめっちゃ思ってますね。でもコロナはでもすごいきっかけになったかもしれないですね、うん、なんか本当自分がライブハウスとかクラブ本当に好きだったんだって改めてちゃんとそれを真正面から言えるようになったきっかけっていう、うんうん、それはなんかありがたかったっていうか、うん、すごいその変化ってすごいことですよね。でもきっといやーなんかいい話ね。いやいやね、そうです。今の菅波さんの1日のスケジュール感って帰るのって何時ぐらいなの、うんうん、12時前ぐらいですかね。あ、帰って、うん、まあ寝るじゃないですか。まあそこでまだ寝ないのがやっぱりこうライブハウスの人たちというか、はい、大体こう飲み行ったりとか、うん、スタジオ行ったりしてもううだうだやって、まあフラフラで4時ぐらい帰るみたいなまあなりますよね。そうなんですよ ね。なんかだから朝が一番好きで、はい、あのやっぱりこうライブハウスの仕事って連絡を取り合う仕事じゃないですか。はあ、そうですね。やっぱこう、うん、ミュージシャンとか、はいはい、イベーターさんとか、まあ、ブッキングとか、はい、まあ、そういうやり取りを、まあ、常にしてる、はい、要は別にあんまり休みの時間がないっていうか、はい、まあ、やり取りしてる仕事なんで、ただやっぱそういうのがピタって止まるのが大体朝午前中なんですよ、はい、みんな大体この音楽の業界にとってこう、うん、大体昼ぐらいからなんで、うん、10時とかでも連絡しないことが多いですもんね。そう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 、うん、夕方からメールがポツポツ返ってくるみたいな。そうなんですよ、うんうんうん、なんでそこの午前中の時間が一番好きで、うん、まあ頑張まあ、遅く寝ますけど、うん、ちょっと頑張って起きてなんかゆっくりご飯作ったりしてで一緒にパートナー食べたりして、うん、っていう時間が一番一日の中でめっちゃ好きな時間で、うん、誰からも連絡もないし縛られてない時間みたいな、はい、でそっから大体、ね、昼過ぎぐらいから、はい、まあ、ちょっと動き出して、まあ、店入ってみたいな感じです。店って大体何時に行くんですか。まあ2時とかですかね。うん、
でもまあ結局いろいろ連絡とかメールの作業とかも家でもできるようにしてるんで、まあなんか PA とか、まあアーティスト入りの1時間前に入るような形で、でまあちょっといろいろ掃除したりして待ってるみたいな。基本的に休みってあるんですよ、なんか定休日ですか。あ、まあ、自分の休みで。あ、あります、あります。それは月、あ、週に 1,2 回は取るようにしてて、まあ、現場に出ない日っていう感じですけどね。はいはいはい、要はまあ休みの日でも何かしら、まあ、アーティストとやり取りとか、まあ、いろいろ告知売ったりもしてるんで、はいはいはい、まあ、現場に任せて出ない日もやっぱり2日間ぐらい作んないと、例えばライブに他のとこでライブするとかもそうですけどとか、はい、まあ、いろんなとこにこう遊び行ったりして交流するみたいなのもやっぱ一個あの大事なことなんで、まあそういう時間はお互い深夜の、店長ともそういう話をして、お互いまあそこケアし合って出れる時出れるようにしてみたいなのもやっぱ2人でやってる良さかなみたいな。そうですね。その自分でバンド、まあ、4つやってて、はい、リブハウス以外で出るとこってどこが多いんです？あ、東京はでもそれこそ3とかベースメントも、まあ、もともとなんであれですけど、地方によく行く機会がこの2年ぐらいよくあって、はい、まあ、それこそ札幌とか、あと沖縄とか、そうですね、長野とか、そこに呼ばれて行って、そこで対バンした人たちを下北沢とリバースに呼んで出てもらうみたいな交流をすごく今盛んにやってて、それやっぱこう地方からそんなにまだこうなんていうんですかね、東京での動員がないバンドっていっぱいいるじゃないですか。いますね。でもこっちでなんかそういうこうある程度の土壌を作って迎え入れれば、ある程度のギャラも渡せるし、なんかこうただ来て東京で誰もいない中でライブしただけみたいな感じじゃなくて、いい交流をもっとなんか作れたらなって思ってるんで、なんか割とそういう風な交流の場としてもなんかだんだん育ってきてて、それで自分のバンドやってるとさらにそれが交流が深くなるというか、行けるし来た時に自分たちの企画で呼べるとか、それはありますね。地方、東京以外での箱でやることすごく多くなりましたね。なるほど。それも なんとか週末日曜だけでもちょっと任せて出て、はい、行ってみたいな感じですけど、これいろんなライブハウスの人の、まあ、まあ悩んでるところって、はい、その東京以外のところで仲良くなったバンドがいるじゃないですか、うん、なんかこのバンドかっこいいな、はい、いや、いいやつらだし東京呼んで、で、うん、その人は東京では一回もライブやったことなくて動員ゼロみたいな人っているじゃないですか。めちゃくちゃいますよね。で、そういう人をどうやってなんていうか、その日の一日の興行を整理させようって、うんうん、どうするみたいなことってありますよね。難しいね、うん、なんか。ただある程度なんか呼べる体制をこっちで作るのがすごく大事なのかなって思いますね、うん、でもなんかこうやっぱり東京のお客さんに見てもらうとか、はい、東京のアーティストと一緒になんか合いそうだなって人をアサインしてやってもらって、そこでまた交流が勝手に生まれてたりとか、東京のお客さんがそのバンド目当てで地方に見に行くとか、そういうこともでなんかで生まれてて、やっぱり音楽自体に力があると知らないだけでやっぱライブの体感をこうみんな受けると、やっぱどこのバンドであるであれミュージシャンであれ響くのかなっていうのは最近も体感していることで、まあ、ちっちゃいですけどね、それこそ50人とか100人とかのレベルのことだけど、でもそういうことを積み重ねていくといいのかなって、まあそれがライブハウスの役割だなと思うので、今までやってきた中で失敗したなって思ったことってあります？なんかあ、でも、あ、これで失敗で言うとちょっと申し訳ないんですけど、はい、失敗っていうかやったことが失敗っていうよりは、まあ目標としては失敗だったんですけど、なんか3の時に3パスっていうカードを作ったんですよ。それは1枚3000円でそのパスが売られてて、でこれを買うと、あのいろんなライブに無料で来れたりとか、まあすごい安く入れたりとかするっていう3パスってやつを作って、このパスの売り上げは全部アーティストのギャラに行くっていう、はいはいはい、
で要はサブスクみたいなことをそうですねサブスクですねライブハウスでやってみようっていうのでやったんですよ2017年か18年か、まあ、簡単に言うと月に3,000円払うとどのライブでも行けるよみたいな、まあ、ソールドとかしてない公演以外は見に来れるみたいな、はい、でその売り上げ自体もアーティストに年間のアーティストのギャラに分配されるみたいので、うん、でまあそれで、まあ、仮にそれが1000人の人が持ってたとしたら、はいはい、300万、はい、300万のギャラをもともと作れるんですよ、はいはい、でしかも、はいあのお客さんが来るってことは、まあ、ドリンクでなんとか稼げるのでこっちはあそうですねお店側は、はい、そうですねですドリンク収入があればいいですね、うん、で、はい、それで言うとお客さんも無料で来れるし、はい、ギャラも渡せるし、はい、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってで、まあ、目標1000枚ぐらいでやったんですけど、はい、300人ぐらいしか買ってもらえなくて、まあ、それでもまあ、ある一定の効果はあったんですけど、なんかこれができたら結構おもろいんじゃないか誰も損しないんじゃないかと思ってやったんですけど、まあ、結果としては目標にいかなかったっていう、うん、そう、それが2018と19、2年やったのかな、うんうん、そういう場所がその話を聞いてて僕らオールドスクールのライブハウスはヒヤヒヤしてえみたいななかなかうまくはいかないですね、うん、でもあれ流行ったらすごい面白い、うん、なんかそういう場所が1個ぐらいあってもいいなって思うんですよね、うん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 、ただ実際の運用はね結構めんどくさいよね、うん、そのソールドアウト公演とか貸し切りに近い公演とか、うん、これ入れないのみたいな、うん、前もはい、レギュレーションっていうのが結構必要だったりして、はい、そうなっていくと自由度が薄れたりとか、うん、なんか、まあ、そのバランスが難しかったんですけどなんかそういう箱あっても面白いんじゃないかって未だに思いますけどね、うん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 、確かにそうね思いますね、うん、それは思う、それは面白いと思うしもっと身近になりそうですねそうですねフラッと行くことがもっとできるんだろうね、うん、なんか結局このカード買えば、うんまあ、アーティストに行く丸々行くんだなって思えると、うん、なんかお客さんも気持ちよく払えるっていうかなんか、うん、チケット代って誰に行ってんのか分かんないじゃないですか、うんうん、まあそれは結局アーティストとかまあ箱のレンタル料とかに当てられてるわけですけど、なんかでもやっぱりお客さんとしては見に来たアーティストにこうお金が入るってことが明確に分かってた方がすごく気持ちよく払いやすいじゃないかなと思っていて、そんな考えた時があったんですよね。それもだから雇われの店長だったからやれた今やるとなるとやはり相当今やるとなんか相当気合を入れないと、うん、まあ時代のタイミングみたいなものあるもんね。なんかね、確かにありますね。その時まだ サブスクリプションっていう言葉もそんなには浸透してなかったはずだし、うん、そうだよね、うん、確かにそれがちょっと目標に届かなかったっていう話でした、うん、なるほどすごいこれ俺やったなっていう仕事の中身って何かあります？いやー、うーん、成功、うん、うん、まあ、リバース作ったっていうのはなんか一個やったなというか、でもそれも結局継続してなんぼだと思うので、まだなんか成功ってはこう言い切れない部分もあるのかな。でも10年ぐらいやって、うん、あ、いや、借金も丸々ちゃんと完済して、はいはい、あ、みんなもなんかずっとその間なんとか食えてみたいのがあったら成功って言えるのかもしれないですけど、でも割とこう一日一日のライブをこう無事にこうイベントを終えれたとかいうのは割となんか成功としてはめっちゃ毎回思いますね。やっぱアーティスト見て感動するし、ライブハウスってやっぱ面白いのが初めてやるファーストライブも見れるし、あと知らないバンドの解散ライブ見れるんですよ。それも知らないバンドの解散ね、うん、やっぱり、はい、解散ライブとしてやる公演もあるから、はいはい、あとなんかスケジュールはもう入ってて出る予定だ、普通に出る予定だったんだけど、その出るまでの間に解散が決まっちゃうみたいな、はい、で今日解散ライブなんですみたいな、でなんかでもファンの人たちもなんかこう20人ぐらいわってやって、うん、なんか初めて見んのに泣けてくるみたいなうわーみたいな、4年頑張ってたんだこのバンドみたいななんかもう感動しっぱなしですね毎日。うん、
でも知らないバンドの解散ライブ見に行かないじゃないですか。確かに行かないし、むちゃむちゃ泣けますよやっぱり。そうですよね、森そこ立ち会ったことないな。めっちゃ泣けますよ本当に、はい、うん、それこそね、知り合いのとかだったらいろんなね、そうですね、ありますよね、感情とか自分の思い出と重ねたりっていうのあるけど、うんうん、なかなかね、そこで泣けるのかどうかも想像がなんか全然つかないですけど。いや、ありますあります。だから、こう、そういう一日をこうサポートできたっていうのが結構、うん、まあそうですね、毎日こう成功体験かもしれないですね。うん、うん、まあまあ、リバハウスのようにですね、これからライブハウスを作ってみたいと思っている男子または女子がいるとするじゃないですか、うんうん、はい、とりあえずいくら用意すればいいですか。まずやっぱりすごく重要なのは防音ですよね。防音工事がすごく重要で、それを手抜くと、やっぱりこう近隣の方にご迷惑をおかけしたりとか、そうですね、まあ、引いてはやっぱり営業できなくなるとかいうこともあるので、はい、ただ防音工事っていうのがめちゃくちゃ一番お金かかるんですよ、うん、そうですね、そうなんですよ、はい、うちは100人ぐらいのキャパですけど、そこ防音するだけで2000万かかってるんで、そうですね、それでもやらないとその未来のためにっていうのが、まあ、そうですね、うん、そうなんですよ、ね、だから防音は必ずしましょうっていう大事な。それかもう本当にむちゃくちゃ近隣の人にいい顔、いい顔って当たり前ですけど、まあ、みんなめっちゃ清掃したりとかして誠意見せるみたいな、まあ、それでもダメな時ダメですけどね。両方やらないとダメ、両方やらないとダメ、両方ダメ。でもだからそういう意味だとやっぱりあのビルって、リバーサイドビルって4階に風蓄口があるっていうのはすごくでっかい、でかかったんですよ、うんうん、やっぱ音楽の先輩のライブハウスがあると、はいはい、外からの人からしてみるとね、どんないい音楽やっててもなんかうるさく聞こえたりとかしちゃう中で、やっぱこう同じ音楽の業態のライブハウスが2つ入ってるとなんか頼もしいみたいな、うんうん、あとまあ上はそれこそレコスタだったりとかして、そうですね、うん、なんかまあ支え合えるみたいなのもあれですけど、だそういう意味だと風蓄口がね、ちょっとまあ10月で終わっちゃいますからね、すごくなんか寂しさがありますね、はい、何かはね、何かはちょっとまた別の形であそこの物件としては何かはやり始めるとは思うんですけどね、うん、なるほどなるほど、はい、じゃあそれも楽しみにしたいですね、はい、うん、最初ってやっぱりお金借りるの？借りましたよ、信用金庫とか。信金ですね、信金と、うん、事業計画みたいの書いたりするんですか？もちろんもちろん、あと高校ですね、はいはいはい、あとはまあいろんな音楽の先輩に話して、はいはいはい、すいませんみたいな、おおおおで、まあ、少しずつお金お借りしたりとかもしましたね、やっぱり思ったよりかかるんですよね、まあ、そのさっきの防音工事もそうですけど、はいはい、まあ、でそれでまたクラファンやらせてもらったりとかもしたんですけど、はいはい、大変ですね、一個店作るっていうか、まあ大変ですよね、うん、作るのも大変だし、それを継続的にやっていくっていうのも大変ですよ ね、 そうですね、なんかね、そこがなんかプラスやっぱ人ありきの、うん、なんかライブハウスとかっていうのは、はい、人がすごい人材が重要な場所だと思うん で、うん、 そ、 うでね、はい、そこもまたこう継続していく中でどういうふうにこう、うん、座組を続けられるかとか、はい、新しくリフレッシュしていくかみたいなのもありますよね、常に。そうですね、うん、下北って今20軒以上ライブハウスある気がする。そうですね、ちっちゃいライブバーとかも含めるともっとあるかもしれないですね。あ、そうですね、うん、やっぱなんかそのなくなる店ってすごく少なくないですか。そうですね、まあ、コロナの影響でみたいなのがあったんですけどね、まあ、例えば、まあ、建物問題とかで閉める店はあるけれども、ライブハウスは増えるけどあんまり減らないですよね、うん、なんか、うん、やっぱりまだ4年ですけど、すごく実感してるのが、やっぱり積み重ねっていうか、はい、なんか少しずつ知られてって、そのライブハウスがで、そこにいる人も知られてって、はいはい、で少しずつ出てくれるミュージシャンとかバンドが増えてって、はい、でその人たちがまた継続的に出てくれたり、でその人たちが誰か連れてきてくれたりとかっていう、うん、はい、すごく積み重ねが、はいはい、あのライブハウスの場所って重要っていうか、なんか年輪を踏んでいくのがすごくいい
場所なんだなと思って、まあ、そこでシェルターとかもそうですけど、うん、そうですね、うん、はいはいはい、うん、なんかその歴史と、はい、そこに染みついたなんか匂いみたいなものと、うん、集まってる人たちの熱量みたいなことがを途絶えさせないのがすごくどんどん次につながっていくのがなんか結構ミス、うん、場所としてすごい面白いなと思いますね、形、うん、ライブハウスっていう、うん、ものはなんか新しければいいってわけじゃないっていうのが面白くて、うん、なんかどんどんやっていけばやっていくほどそこにこう染みついていくものがあって、それがなんかみんなの大切なものになっていくみたいな不思議な感じっていうか、うん、なんかやっぱりお客さんもミュージシャンもどっかの店がなくなるってなるとすごく悲しむじゃないですか、うん、そうですね、なんかでも本当は店って、まあ、ライブハウスはじゃなくて結構街のにある店って当たり前になくなっていくから、うん、でもなんかその中で惜しまれるような場所っていうものになるのはやっぱり音楽の力だし、そこにいる人たちの力なんだなと、だからこそ続けていくとその思いみたいなのがどんどん重なっていくみたいなのはもう4年で少しずつ考えてるんで、多分だからシェルターとかの30年ぐらいの感じになったらやばいんじゃないですか、もう人の思いがもう呪いのようにいっぱいするよね、いっぱい、そう、そうなんです、呪いって言い方ですけども本当に、ね、うん、素晴らしい面がいろんな、本当にだ大きな木みたいな感じになってんだと思います。また小賀にやっちゃったみたいな。ね。また小賀。何なの？またいたって。妖精が。ね、妖精が。ペヤングの妖精が。だ思います。なんかやればやるほどなんだなと思って、だから大事に一日一日していくことなのかなって思いますね。来年で5年、うん、今後やってみたいことって、うん、はいはい、あの店主としてでも、うん、あのバンドマンとしてでも、うん、それともまた関係なく全く一個人としてなんかいろいろ聞かせてください。今後やってみたいこと、うん、まあとにかくリバース、まあ、盛り上げて、うん、なんか借金返すっていうのがまあ第一目標っていうか、はい、大事なちょっとあの借金的には今何合目ぐらいな感じ、今折り返してます、 3.8 合目ぐらいですかね。でもまあ言っても4年やってるんで、はい、で、はい、そうですね、なるほど、だからまああと4年ぐらいある程度こうね少しずつこう右肩にはなってるので、うんうん、少ないですけど、まあ、まあそうですね、初期投資が10年以内に回収できればね、それはまあまあいい線だと思われますんで、うん、はい、それができたら、うん、ちょっとなんかあの海外にいろいろ行ってみたいなっていうのがあって、うん、それはそこで店出すとかじゃなくて、はい、経営運転とかじゃなくてやっぱ、はい、うん、いろんなとこ行ってなんかいろんな国の音楽とか人とかに触れたいな。海外の方面的にはもう全方位的に結構行きたいですね、はい、まあそれこそヨーロッパも行きたいし、なんかああいう、ね、台湾とかも行きたいし、はい、うん、まあブラジルとか、まあ、ジャマイカとかも行きたいし、はい、アメリカも行きたいし、まあいろんなその土地土地の音楽もあるじゃないですか、うん、なんか好きなんですよね、いろんな音楽自分もやってるんで、うん、でそこにやっぱバンドで行ってプレイしたいなっていう面もあるし、うんうんうん、それが夢です完全一個人だと何かありますか。完全一個人だと、うん、なんだろうな、なんだ、あ、英語、あ、でもそれも一緒か、英語喋れるようになりたいなっていうのはあるんですけど、まあ英語ちょっと勉強したいなっていうのと、あとはなんだろう、なんか人に優しくなりたいなみたいな。どうしたんですか。人に優しくて、なんかその、うん、今よりいいマシな人間になりたい。まあなんかその年々、やっぱおじさんにどんどんなっていくんで。やっぱおじさんすごく頭固くなっちゃいそうだなって自分自身も思うので、うん、とかなんかこう全然違う世代の人にも構ってもらえるようなこう、うんうん、雰囲気でちゃんといたいなっていうのはありますね、うん、
どうですか先輩やっぱ固くなっちゃったりするんですか。僕居酒屋に行くと高一って呼ばれてますから、ね、そういう大事っすよね。そういうの20代ぐらいの店長に高一おめえはなってちょっと待ってお前高一おめえはお前の父ちゃんに年上だぞ俺みたいな、ね、でもありがたいっすよ ね、 でもそ、 うね、そういう風に接していただけると、うん、なんか、うんうん、あいつさ、あいつさ、俺のこと高一って呼ぶんだよなみたいなことを俺が嬉しそうにしてると、うん、そいつが図に乗ってあいつが喜んでるからどんどん高一って呼ぶやろうみたいな、うん、そういういい連鎖がね、いいね、いい。あんまり僕自身はそんなに頭固くなってるような気はしないけど、うん、そう思ってることがすでに固くなってるのかもしれないなというふうに日々反省はしておりますけどもね。なるべくね、日々反省です、はい、テーマは、はい、新しい歌もね、知りたいなとか、なんかいいですね、はい、ね、うん、そんなことを思って暮らしております、はいはい、そんなこんなでですね、今日はですね、下北沢のリブハウスの店長菅波優さんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオもそろそろ別れの時間です、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございました。いやなんかね、うん、穏やかでよかった。いやポジティブなね、うん、そう、自分の働いてる場所とお店が好きなんだなっていう人に会うと、うん、やっぱ俺たちももうちょい頑張ろうかなみたいなね、はい、愛を感じますね。そうですね、嬉しいですね、そう思いますよ。楽しかったです、ありがとうございます。僕らもそういう風に自分のいる場所を愛せる人でありたいなっていう風に改めて思いました。そうですね、本当そうですね、はい、本当ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんからの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストしていただくかメッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてあります。そのリンクから送ってください。 UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一とポリシックスふみがお送りしました。